ではね、今回も I Love Music 企画第2弾。今回は、テイルこと、向井太一くん紹介させていただきます。お願いします。アムロちゃんファンの方でもしかしたら向井太一くんのこと知らない人いるかもしれないので、先にちょっと簡単に説明したいなと思うんですけども、向井太一くんは、まあ、シンガーソングライターとして活動していて、で先日、向井太一名義での活動を終了したんですよね。で、新しいアーティスト名がテイルになって、でテイルでは、まだ細かい詳細はどういう風になるかはまだ発表されてないんですけども、アート&ミュージックっていうのをテーマにやっていくみたいになって、楽しみだなと思います。で、このね、背景はスイートシークをしてるのは、まあ、アムロちゃんがね、ご存知の通り名義を変えてスイートシークでやったっていうのもあるので、で、それに合わせてちょっとスイートシークをしてるだけなので、特に意味はないです。はい。今後どういう活動をしていくのかはちょっとまだわからないんですけれども、まあ、今回は、まあ、向井太一くんの時に、僕がどうやって向井太一くんと出会って、どう繋がっていったのかっていうのを、お話ししていきたいなと思ってます。はい。で、まあ、動画内ではちょっともう太一くんっていうの方が呼びやすいので、太一くんで統一したいと思います。はい。で、まずですね、僕が太一くんと出会ったのは、まず一番最初は、M フローのラブズのプロジェクトなんですよね。M フローが再結成して、で、ラブズやりますって次のラブズ誰でしょうってなった時に、まあ、そうそう、後ろ姿はこう出てたりしてて、で、後ろ姿だけだったら全然わからへんなと思って、僕全くわからなかったんで、想像もできなかったし、誰かもわからないし、でラブズ発表しますってなって、バンって発表された時に、ポカーンとなってしまう。え？誰？みたいな。知らなすぎて。で、もう、なんかね、知らなすぎたことにショックを受けたし、あ、もう自分は古い人間やなっていうのを認識したし、もう今の時代に全くついていけてないやなっていうのもちゃんと再自覚したし、なんか受け入れた、自分が知らないっていうことをちゃんと受け入れれたタイミングだったかなと思います。なんかね、やっぱり僕らって、やっぱり10代、20代とかの感覚をずっと引きずって、今でもずっと音楽聴き続けているので、どっちかというとそこら辺で止まってる感覚もあるんですよね、正直。うん。あの時代が音楽にこう、なんて言いますかね、命を注いでたじゃないけれども、はい、時代なので、アーティストもやっぱり昔から好きだったアーティストをずっと聴いてるっていう感じなので、この新しい人を聴くっていう感覚がやっぱりあまりなくなっていたし、僕はもう今時代についていってないんだなっていうのを認識しつつ、その新しい時代のアーティストの人に寄り添うっていうことをしていかないといけないなと思ったので、尊敬の敬意を込めてですね、うん、なんか若いからどうとかそういう感じじゃなくて、なんかリスペクトを込めて、いろんなアーティストの人を、感じていかないといけないなって思ったタイミングでした。はい。すごいいいきっかけになったなと思います。全員知らんしって思ったの、ショックの感覚が、なんかね、改めて音楽を聴く、いいきっかけにしてくれたかなと思います。で、Tell Me, Tell Me は、めっちゃなんかね、聞きやすいし、めっちゃ軽快なリズムで、でね、太一くんがね、あ、この歌うまいな、歌めっちゃうまいやんって、第一印象思ったんですよね。なんかね、声が独特やし、なんか、なんとなく好きな声やなっていうのは、太一くんは感じてました。で、まあ、まずきっかけは M フローのラブズです。第1弾は。まあ、その時で一回終わったんですよね。で、そっから1年も経たないうちに、向井太一くんが、ティークラ&ミチコプロデュースで新曲出しますってなった時になんかニュースとかで見たのかな。あ、ティーク、あ、この間の子やって。あ、しかもティークラ&ミチコや。声
これはちょっと縁があるし聞かなかったと思ってで聞いたんです。ベイビーケーキめっちゃいいし、ちょっとこれカラオケで挑戦してみたいなと思ったりとか、まあ行ってないんですけどね、あれがずっと行ってないんですけど、なんか歌いたいなって思ったりとか、あとはなんかガールトークと雰囲気似てるぞと思って、うん、なんかねすごい懐かしい感覚に陥ったんですよね、この曲を聴いた時に。わーいいねベイビーケークスって思って、でずっとこの曲も聴いてたんです。でもまだこの段階では他の曲を聴くっていう感じじゃなくて、ベイビーケークスだけをリピートして何回も聴いてたっていう第2弾はベイビーケークスです、はい。なんでアムロちゃんから繋がっ、最初は M フローから繋がって、今回まあアムロちゃん経由でティーグランドビチコでベイビーケークスって感じかな、うん。で第3弾が何かというと、大の大冒険。僕らの世代って完全にもう大の大冒険の世代なので、あの小学校の時見てたんです。で向井太一くんが大の大冒険のオープニングテーマを担当するってなって、あ、またこの子出てきてるって思って、あ、そうなんやって思って、で大の大冒険はまあずっと見てたので、そのやっぱりね毎日見てると、あのブレイベストっていうタイトルなんですけれども、毎日聞くわけですよ。毎日というか、うん、あの見るたびに聞くわけですよ。で大の大冒険めっちゃ良くて、もう大の大人がほんまに大号泣するんですよね。もうストーリーが良すぎてもう泣きまくる、本当に。それぐらいいい、めっちゃ感動するアニメなんですけど、で、それでまあブレイベストも、あ、なんかめっちゃいいし、ちょっと上がる曲やなって思ってて、で多分これ3度目の正直なんかな。こう M フロー、ベイビーケークス、大の大冒険ってきて、ちょっと一回大地くんのアルバム聴いてみようかな、ニューアルバム聴いてみようかなって思ってダウンロードして全部聴いたんです。そしたらね、ちょっと多分ね、自分の奥深くに眠っていたなんか20代ぐらいの音楽好きだった頃の時代にこう巻き戻された感じになって、わ、めっちゃいいね向井太一くんってなったんですよね。でめっちゃなんか自分で、あの当時の感覚を思い出して、あの当時ってもう自分からいろんな情報を取りに行って、R&B の曲を探して、いいアーティストを探してということをしていた感覚が、この向井太一くんのアルバムを聴いた時に蘇ってきて、うわ、この感覚懐かしいな、とか、あ、向井太一くんめっちゃいいやんって思って、もうそっからどん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 いろんなアルバムダウンロードして聴いたっていう感じで徐々に好きになっていった感じです。そういう感じで向井太一くんも。好きになりました。これもし向井太一くんのそのスタッフの方、周りの人、ブレーンの人たちが向井太一ファンをちょっと上の人らを何ちょっとターゲットにして、 M フローとか T クラブみちことか大の大冒険をしてるんだったら、もう完全に僕罠にかかってるなって思うし、なんか出会わせてくれてなんかありがとうって感じですよね、うん。それぐらい向井太一くんはすごい、僕はあの音楽家としてすごい好きになりました。はい、流れとしてはそんな感じですね、はい。でね、向井太一くんはこれ小学校の1年生、あの音楽家族みたいで、ずっと音楽が流れている環境で育ったみたいなんですよね。で小学校の頃から、小学校1年の時からお兄ちゃんの影響でクリスタル K とかを聴いてたらしいです。僕なんか小学1年生なんかただの鼻垂れ小僧で、なんかその辺のドブで遊んでたぐらいしか記憶にないので、あ、それだけもう音楽家族、音楽でこう生きてきてるんだなと思って、僕がやっと高校生ぐらいでその R&B 聞き出した頃と、多分向井太一くんが小学校1年生で音楽を聞き始め、 R&B かを聞き始めたの、同じ時期にずっと多分 R&B を多分触れていると思うので、そういうことからも多分向井太一くんのバイブスが僕を多分震わせるんじゃないかなってなんとなく思ってます。でね、やっぱりね、ボーカル力というかがすごくて、ちょうどこの間初めてその向井太一のラストツアーですねに行ったんですけど、肌感覚で話すと、まず
めっちゃ歌うまくってブレないんですよね。あ、さすがボーカリストやなと思って、もう彼のなんていうのかな、芯の強さっていうのをすごい感じました。客層もなんかめっちゃ落ち着いてるというか、なんか若いなんか変なチャラい人おったらどうしようとか思ったんですけど、そういう人一切いなくって、なんか品があるお客さんだったなと思います。でね、向井太一くんのそのノリ、バイブス、本当にバイブス乗ってる、歌ってる時の表現力もなんかソウルフルな感じで、別にダンスはしないんですけども、すごいノリがいいというか、すごい見ていて気持ちいいパフォーマンスだったなと思いました。はい。で、向井太一くんはやっぱり新世代、僕らとはちょっと若い世代の子たちなので、なんか感覚も新しい感覚をもらえたし、ちょっとね、向井太一くんのライブちょっともっと行きたいって思ったんですよ。この間行ってめっちゃ自分 R&B 聴いてるっていう感じがして、でめっちゃライブ楽しいと思って、多分ね、太一くんの楽曲がね、ああいうライブハウスとか向きなのかな。すごい盛り上がってすごい楽しかったので、あと何回も行きたいと思いました、太一くんのライブは。なので次はテイル名義で、まあいろいろやってくれると思うんですけど、ライブはちょっとちょいちょい太一くんは参加したいなと思いました。僕のね、魂が喜ぶんですよね、太一くんのライブに行くと。なので、定期的に向井くんのライブは行きたいし、今後もあの音楽はチェックしていきたいなと思います。安室ちゃんが引退してから出会ったアーティストの一人が向井太一くんかなと思います。で、テイルですね、テイルこと向井太一くんですね。はい。今後も太一くんに関しては追い続けていきたいですし、応援はしていきたいなと思います。安室ちゃんファンの方々も、もしちょっとR&B もうちょっと欲しいなっていう時期あるかもしれません。もしあったらぜひテイルこと向井太一くんを聞いていただきたいなと思います。はい。では第2弾はテイルこと向井太一くん紹介させていただきました。ありがとうございました。